と、こんにちは、ゆたかさん。はい、でも芸能界とかでテレビとか、はい、地上波で出ていて、ある時から出なくなると、あれあの人どこ行ったとか、仕事なくなったんじゃないかとか、結構言われたりするじゃないですか、その見てるファンの人って。でもそういう人たちって実はミュージカルだったり、舞台俳優として活躍されてたり、 SNS だったり、スカパー BS とかで活躍されてたりとか、なんかこうありません？そういうなんかギャップ、なんていうの、まあ報道関係に取り上げられないと、うん、なんかこう何やってんだとか、そうそう、もう実力がないんじゃないかとか、もういなくなったんじゃないかとかね。そうそうそう、お前もそうだもんな。そうね、私大丈夫やってるし。いや聞いたことないよね。だから例えば私目覚ましやってたんですけど、目覚ましテレビ、3年か4年かな。だからああやって地上波のフジテレビに出てるっていうと、例えばそれ単体でも、あ、活躍してんだな。それが例えば BS とか、っていう感じだな、ほんま。なんかね、身振り手振りが出ちゃうんですよ。でも例えばほら、ね、そういうとこ地上波以外のとこでやってるのに、地上波に出なくなると、あれどうしたんだろうとか。まあね、まあ、消えたなとか、そう、まあ、過小評価になったりだったりとかあるじゃないですか。お前も過小評価されてるよね。本当ですか？いや、これだけ実力、いや、実力があるのに仕事がないっていうのが仕事ある実は。何が、まあ、ラジオレギュラーでやってるのと、あと他に私テレビ番組普通にやってるので、あの、テレビ、埼玉、神奈川、千葉テレもやってるし、ナレーションもやってるんで、ちょっと私やってるんですよ。まあ、ローカルでな。あ、ローカルだったりとか、そう、実はね、前なんかメインに持ってたって良さそうだけどな、実力的には。あ、本当ですか。でも逆にこういうところでやってる方が、あの、制約なくいろんなこと喋れるし、そう、地上波でやるのも楽しくないですか。いや、楽しい。そうですよね。楽しくなかったらもうとっくにやめてるよ。ですよね、そういう意味では、実は野球界でもなんか記事が出てたんですよ。はい、なんかね、プロ野球界で最も過小評価されている選手、日本ハムの宮西投手って出てるんですよ。いや、俺は札幌行ったりとかして、はい、まあ、野球の中継とかしてるから、うん、過小評価なんかしてないよね。宮西が日本ハムの台所を支えてるというかさ、うん、まあ、そうですよね。そんな感じがするんだよ。で、過小評価って何に対しての評価なんだっていうとさ、うん、やっぱ年俸だと思うんだよね。例えばさ、この選手の年俸いくらって、安っって思うと過小評価だろうけど、うん、宮西って2億ぐらいもらってるんでしょ。そうです、はい。じゃあ過小評価でもなんでもないよね。そうですね。ただその記事ではやっぱメディアに取り上げられることが少ないから過小評価されてるみたいな感じで書かれてて、なんかそれは、メディアに取り上げられないと、うん、過小評価になっちゃうんですよね。なっちゃうのかね。なんかちょっとなんか納得できないというか。でも札幌の方では宮西とかだったらテレビにも呼ばれるし、まあ、地方では過小評価っていうことはないけど、実力の割には全国区になってないということじゃない。そのネームバリューっていう意味では、あの、一般の人のターゲットにしたってところですよね。まあ、試合数でも相当投げてるしね。そうですよね。歴代のもう上位のランクインだから、全然過小評価ではないけど、全国にはなってないのは確かかなって思うよね。ね、なんかそこで過小評価っていう風に書かれちゃうと寂しいもんね。ちょっと寂しいよね。本人も嫌だよね。嫌ですよね。でも俺はどちらかというと、そういう言葉を使うんだったら、年俸に反映されてないっていうのがロッテの荻野。あ、荻野貴司選手、契約更改したよね。昨年、そうですね、3年契約で3300万円アップの年俸7800万円でサインしたと。1億いってないんだと思って。まあ、そうですね。ただ度重なる怪我とか、はい、まあ、いろいろあってね、試合数が足りないだとか、うんうん、まあ、昨シーズンも途中で怪我をし、規定打席には達したけど、はい、リタイアしてるという、うんうん、まあ、そういうところが引っかかってるんだろうけどさ、他球団から見たら荻野、うんうん、が1人出てるか出てないかで、うん、大きな違いだよ。そうですよね。この荻野が一番打っててみ、うん、絶対出せないと思うし、はい、甘いボールは的確に打ってくるし、うん、だけど年俸は安いと。もうちょっと上げてもいい、ゆうやかさんが監督だったらいくらぐらい上げてもいいんじゃないかって。監督だったらそこには擦れないよね、うん、あ、そうか、まあ、球団関係者だったら、球団関係者だったら、うん、そうだな、1億とか、
1億近くもらっててもいいんじゃないのって思うよね。その代わりお金をあげた分だけ体に投資して怪我をなくしてくれとは言うけどね、そのケアをしてくださいねってことです。そうそう、そのためのアップだよっていうことは言うけど、うん、荻野のあのセンスとか、うん、足の速さとか、うん、素質だとか、うん、まあいろいろ考えるとまだ出し切れてないよね。まだまだ出せる出せるよ、ね、ことですよね。だから過小評価ではないかもわかんないけど、はい、これは大木のが本人が悪いんだろうけど、うんうんうん、もう少し怪我しない体を作ると、はい、そういう努力をする、そういう研究をする、うん、まあ、そういうためにお金を投資する、うん、まあ、そういうことをしてもっと年俸を上げていかないとさ、自分の体に対して嘘ついてるというか、まあ、体じゃないな、素質に対して嘘をついてる感じ、うん、形になるよっていう、うんうん、もったいないってことですよね。もったいない、もったいない、もっとポテンシャル、ね、うん、ある、もっとできる選手だ ね、うん、そうですね。だからそういった意味からすると、うん、DNA の梶谷もそうだよね。そうですよね。だから素質っていうのは、うん、俺は筒香と双璧ぐらいに思ってたぐらいだから。あ、そうなんですね。なんならバッティングはやっぱ筒香の方がいいよ、はい、でも野球という総合的に見ると、はい、走る、うん、取る、投げる、そういうことを考えるともう平らにしたら双璧だったんだよね。じゃあもっと評価されて本当はいいはず。いや、評価されるほどは働かないからさ。あ、もったいない、もったいないでしょ。だから、まあ、過小評価で始まったけど、うん、もったいない選手っていうのは山ほどいる。多分他にいます、パッと浮かぶ選手、まあ、現役でもいいですし、豊さんを見てきた中でこれまで一緒に戦った選手でもいいですし、うん、います、もったいなかったなとか。だから松坂世代の古木なんていうのは4番候補だ、はい、でそのぐらい力があったしバッティングも良かった、はい、でもやっぱ教え方とか育て方、うん、そういうことなんだろうなと思う結局、うん、だから何を教えるか、技術を教えたら伸びるのか、うん、精神的なものを教えた方が伸びるのか、うん、もう寝食共にして、うん、もうとにかく一生懸命やるという、うん、そういうことをやらすのか、うん、だからそういうことをやっぱこう見極めてやらないと選手って伸びないからね、うん、技術だけ伸びやったら伸びるのかって言ったら伸びないし、うん、だからそういった意味では、うん、もったいない選手なんか山がいるよね。例えば日本ハムの斉藤佑樹投手は、うん、結構すごい、まあまああれだけ賑わせた選手ですから、すごい期待値マックス以上のもので今日入ってきたじゃないですか。でも活躍できなくてもやっぱマスコミってほら結婚したらしましたって取り上げるし、うん、まあ一つのスターだからね。まあそうですよね。斉藤佑樹投手ってまだいけますか。苦しいよ、はっきり言ったら、うん、いやそれは苦しい苦しい、うん、だって一つのまっすぐを取ったところでさ、うん、やっぱ突出してるものはないし、うん、変化球だって突出してるボールはないし、うん、だからそういった意味ではすごく苦しいよね。苦しいけど何かを生み出していかないとさ、うん、だからもう絶対に間違いないコントロールであったりだとか、うん、まあ、そういうことをやっぱこう考えていかないと厳しいよね。入ってくるときって彼のポテンシャル以上 の、 そのいわゆるその課題評価じゃないですけど、いろんなものが付随して入りすぎちゃったっていう、そりゃ課題評価っていうかさ、まあ、人気が先行してるから期待値は高くなるよね。これはやっぱり斉藤佑樹にとってはすごく辛かったと思うんだけど、それに負けてほしくないよね。いつも可愛く挨拶に来てくれるし、あ、そうなんですね、あ、豊さん来てたんですかみたいな、はいはい、ものすごい好青年だし、うんうん、だからこのまま終わってほしくはないけどね、はい、うん、他にいますか、豊さん的に。なんかこの選手とかいっぱいいるよ。まあいるか。だって素質が10あったとしたら2割しか出せてないやつとか、ほー、ちょっとそれはチームのカラーに合わないとかさ、たまたまチームにその専門職がいるとかさ、はいはい、レギュラーがいる、うん、ね、飛び抜けた選手がいる、うん、だから出せないとかさ、うん、
だその選手がいなかったら全然出られるのにってことですもんね、その時のタイミングとか年回りの、まあ、その選手は器用じゃないとかね、他のポジションは全くできないとか、はい、だからそういうのってあるじゃない、うん、だからいろいろ自分の中でアイテムをたくさん作っていく、うん、足が無理だったら絶対盗塁失敗しないとかさ、走塁が抜群に上手くなるとかさ、うん、肩だったら肩が強い、俺は人より肩が強い人だったらもうとにかく送球は正確無比だとか、うん、そういうことを自分の特徴を生かすようにやっぱ考えていかなきゃいけない。そうですね。だからまあ宮根氏なんていうのは、はい、なんかぶち上げりゃいいよね。ぶち。いやなんかやっぱ全国になっていくとかさ、そういうことで。そっか、もっとね。例えば飛距離、森本飛距離っていう選手がいて、うんうんうん、選手とすれば。はい、そう、まあ言って、これ言っていいのかどうかわかんないけどさ、はい、そう素敵な選手じゃないよ、素晴らしい選手じゃない、うん、でも全力疾走、はい、ホームラン打った時でも全力疾走で書いてる、うん、あのなんかすがすがしすがすがしい、うん、で守備位置つくんでも全力疾走、はい、でパフォーマンス、これをまあ新庄に多分習ったと思うんだけどさ、はい、でもそういうことでやっぱせっかくなんだったらアピールしていかなきゃ、自分の生き残るためにも何ができるかとか、ファンのためにとか、それと宮西なんていうのはさ、うん、現役では最多登板してるわけでしょ、はい、上には岩瀬っていうのがいるけどさ、だから何か目立つこと、うん、岩瀬も目立たなかったけど、うん、そういう記録で目立っていったという、うん、で全国に立って、はい、まあもちろんタイトルも取ってるしね、はい、まあその前から全国であったんだけど、うん、だから宮西が全国区になる日本ハムがどうやって売り出していくか、うん、もう一つの鍵なんだけど、うん、まあ、全国区になるには何か一つ全国の野球ファンの検索エンジンに引っかかるようなワードで何か作ってほしいよね、うん、あーそっかそっか、うん、そうすれば全国的にもね、野球そんなに知らない人も知っているのか、まあ、知っている、だからあれだけ その日本ハムの功労者だから、うん、こんな記事が出るっていうのはやっぱ心外だよね、うん、そうですね、うん、逆にじゃあそのね、例えばスポーツ紙とかも一斉にもう一、うん、もう毎日宮西伊藤氏出すぐらいにしてあげればどうっていくんじゃないですか、マスコミ側も。いやそこは無理だよ、無理、そこは無理だよ、無理かな、毎日ってお前大げさに言うね。いやほらだってマスコミがね、そこじゃないの、過小評価されてるマスコミが過小評価ほらしてるって書くぐらいだから、だってマスコミが取り上げないのももっと取り上げてくださいよって。いやだから検索エンジンに引っかかるようなことを、いや石本主義は何か、そっか、お前も考える、じゃあワンチャン、うんうん、